投げて今飛ぶ取れついにハリーポッター魔法の覚醒にクディッチが登場する。アースアジャです。ハリーポッター公式ツイッターの方でクディッチに関するツイートがされてました。ちょっと待って、なんか取っちゃったちょっと輪っか間違えたさあ対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いいたします。今回は8月22日キャッチスニッチについてね、自慢のクディッチデッキを使いながら話していこうかなと思います。よろしくお願いいたします。まあおそらくね、中国版とかで実装されているミニゲームが追加されるんじゃないかなと思います。まあレース的なやつだね。7対7のクディッチの試合ができたりとかはなさそう。これは一旦ビーターだな。ブラッチャーでダメ。うわこれロンダしてるロンダして、危ねえ危ねえ危ねえ。僕たちは仲間なんだ。ファンが、クディッチのファンが突っ込んできやがった。さあこれはダメージ与えて、ストゥーピファイうまいな。これ隠れバタロー、ファンが来た。過激なファンが来る、過激なファンが来るから、ちょっとねこれダメージ、よしよしよし。そして雪玉という名の、いやこれはねこっちからだな。こっち投げ程度、雪玉という名のクワックル投げ程度ダメージ与えてダメージ与えてのこれは今回ね、自慢のクディッチデッキ作ってきたんやけど、かなりね考えて作ってきたからかなり強いです。よしよしよし、ダメージ与えて避けてーの、これはブラッチャー出して、不死鳥か、これはブラッチャー出してビーターコンビだ。ビーターはやっぱり2人いないとダメだな。クディッチはちなみに7対7のスポーツです。よしよしよし、ダメージ与えてビーターは、うわ相手もビーター出してきた。これ面白いね、ビーター対決。これは一緒に打ってダメージ与えてーの、その他にもこっちも狙っていく、こっちも狙って雪玉クワックル、ちょっと遅かった、ちょっと遅いけど当たった。よしよしよし飛べ、よしよしよし、いいぞいいぞ、ダメージ与えてーの。まあ個人的にはね、キャッチスニッチだから金のスニッチとかカードに出るんじゃないかなと思ってます。それとかさ、ビクトールクラムとか出たらいいね。ビクトールクラムが出て金のスニッチを出して、あの出した両方出したら試合に勝利するぶっ壊れすぎる、ぶっ壊れすぎる、わちょびっとちょびっとクリックすんだ。さあバンバン花火でダメージ与えて、もうちょいで終わるぞ。これは金のクワックル、金のクワックルって何、ダメージ与えて、あとねこのブラッチャーね、面白いコンボができて、わあちょっと外しちゃったから、ちょっと次するわ、次します。一旦これはこっちいいね、ちょうどいいところに来たぞ。ダメージ与えて、エクスペリアムスはいいです。ガード、いやこれは一旦ここ投げるか、投げてこれアキオで寄せて、インセンディオで、うわーかわされたか、ミスったな。これどうしようかな、バンバン花火を打ちに行ってもいいが、なかなか思い通りにはクワクルでいいな。クワクル投げて、うわちょっと待って、ガードされてクワクル当たれ、よし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 。さあ最後は飛び切りのコンボ見せますか。まずブラッチャー投げるでしょ、でブラッチャーを投げてこのタイミングで飛びます、そしたら取れます。あー惜しいなんかねいい感じでほうきでブラッチャーの球をね取れるっていうあれができるんだよね。それをちょっと最後見せていきたかったんだけど、ブンバー花火で終わりだー。ハリーポッターが金のスニッチを取らずとしてもグリフィンドールの勝利。さあもう一試合やっていこうかなと思います。この自慢のクディッチデッキ、ちなみに明日のですね配信でクディッチワールドカップ開催しようかなと思ってるので、ぜひね自慢のクディッチデッキを持って参加してください。誰でも参加可能です。これはどうしよっかな、ニフラーを一旦やっとくか、やってこれバンバン花火だな、バンバン花火であのケビン・マカリスターごとやれ。よし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 、多分これかなりレベルの格差がありそうだけど、そうでもないか、そうでもなさそう。これ秋をしての秋をして、秋をしただけかコストがコストがなかった。どうしようかな、これロンと一緒にほうきで飛びたいから、これはここここ行くぞロン飛べーよー満足満足だな、ロンと一緒に飛べてマジで満足だわ。さあこれはダメージ与えてのビーター、ビーターブラッチャービーターでダメージ与えて、あつ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 、あとねそう思ったんだけどさ、インセンディオのさストーリー効果みんな見たことある？なんかストーリー効果的には1年生の時にハーマイオニーが、スネイプ先生のマントに火をつけたって書いてあるんやけど、あれさ違うよね、あれ他の呪文だよね確か。
ラカーマムインフラマーレみたいな、そんな感じの呪文だった気がする。これインセンディオどうなんだろうな。これちょっとさ、公式に文句言おうか。インフラアタス、オタククレーマー、ハリーポッターオタククレーマー。さあこれダメージ与えての、いいぞいいぞ、クワックル寄せてきた。相手もクリッチ大好きかもしんない。これダメージ与えて、よしよし、今ダンスみたいにしてなかった。で、あとはね、ちょっとみんなに見せたいのが、ビーターをブラッチャー投げて取るよ。次はこのタイミング見てて、取れ、うわー惜しい。これキャッチできた時はマジでかっこいいんだよな。ダメージ与えてマクゴナガル先生出して、ちょっとこれでとどめを刺しに行きたいから、ダメージ与えて、よしよし、いきますよ。次こそ完成させるブラッチャー、いけるかな。これ縦の方がやりやすいんだよな。さあ行くぞ、投げて、今飛ぶ、取れ、やばいやばい。見た？いや、めちゃくちゃかっこいいんだよな、あれが。マジでかっこよくて、あれをですね、皆さんにお見せしたかった。さあ、それでは明日お会いしましょう。ハリーポッターが金のスリッチを掴んだ、グリフィンドールの勝利。